そこまでさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。今日の あれですね、レンジのくくりなんですけども、これはね、いろんな考え方があるんですけど、私の場合はこうなんですよ。通常はですよ、ちょっと隠れてすいませんけども、この辺とこの辺で多分こういうふうなくくりをねするんだと思うんですよ。こういう方多いと思います。で、私の場合はですね、振れ幅の最大を見るんですよ。振れ幅の最大というと、こことここになるかなと思います。もしくはここということなんで、レンジをこういうふうにね、取ったわけなんですよね。ここも、こういうふうに取ったわけなんですよ。そうするとですね、多分、ここが離れすぎてるじゃないか、みたいに見えると思うんですけども、私の場合はですね、ここの、伸びしろを取っていこうとしている、そういうね、目論みがありますんで、やっぱ、ここが起点になるんですよね。で、あとは、時間ごとにチャートを見ながら、これをどんどんね、狭めていったり、伸ばしていったりとかっていうのはあります。あんまりやんないですけどね、あんまりやんないですけどもあります。まあ補足になりましたけどね。まあこんな感じでございます。もう一回繰り返しますと、ここがポイントになって、起点になってレンジを作っているってことですよね。で、同時にここがですね、包みになってますから、包み足で大きく下がってますから、ゾーンにもなってくるわけなんですよね。ここが、そういうふうな考え方でよろしかったでしょうか。またご質問ください。ありがとうございます。